さてやってきました、三重県は桑名市の西桑名駅ってことでね、まあここがちょうど端っこの駅ってことで、あやべえこっちじゃねえか、まあこんな感じでね、だちゃ逆に来てしまいましたね、こっちにはターミナルねや、まあこんな感じでまだ西桑名駅になってますけど、 LED がちゃんと取れないかな、まあこんな感じで揺らいながら、やっぱ端っこのね車両だけだけ比例棒なんでね、これは猛者が乗りましたね、比例棒って書いてありますね。いやーこの夏にね比例棒はねやっぱ効きますね。でここがスタンプはどこに置いてあるんだろう、端っこあそこ、あっちか、端っこですね。ちょっと途中ねいろいろとねよさげなところもあるんでしょうけど、ちょっと結構お客さん乗ってましたね、それはいいことなんですね、なんですけどね、さあお端っこまで開けないようになってますけど、ちゃんとここが0点なんですね。ではい、ターミナぐらいまで行ったところで消えちゃいましたね。はいってことで改めて電池を交換してターミナルってことでね、さあこれで無事ターミナルもね取り切りました。いや肝心のあそこで取れてませんけどね、なんなんだ証拠で、何何が置いてあるんやろ、こっからなんか上に登れるようなのがある、なんなんでしょうねこれ、駅員さん用なんかなんかな、で上はちょっと待合室みたいになっとって、空調ある、あ空調ありますね、でやっぱこれ結構小漁師でやってるんですね、置いてありますね、ちゃんとここにも、あで1日乗り放題バスの出口はこっちになってますね、じゃあこっちから出ましょう、あすいませんいいですか、いいですか、あで、あスタンプここか、おありましたよ、これ最後のスタンプですからね、何やかんやって全部行きましたね、うん、こんな風に置いてあります、スタンプ消毒なんだ、よいしょ、おー焦った焦った、でシュッシュッしちゃったかな、よし、さあ消毒もできましたんでね、そしたら西川ね腹まくりですね、でこれを見せたらいいのかな、あすいません、なんかこれ揃ったんですけどお願いできますか、はいありがとうございます、ちなみにこっちの方のやつはまた富田で言った方がいいですかね、まだ富田にまだ戻りますんで、あ、わかりました、うん、はい、無事済みました、さあなんかこういうのがもらえるんですね、へえ。ラッキー、全然知らんと来たからなんかなもらい得な気がしますね、ということで、まあ何回も前にもね紹介しに来ましたよね、ここは、西桑名駅ってことで、まあこういうね日先案内が昔ながらな感じのねやつになってたりとか、面白い特徴があるところではあるんですけど、ね、自販機なんかもねちょっと独特ですよね、でもうすぐ変わるんですよね、この駅前がロッテリアがありますけど昔ながらな、駅前も今ゾーンとか再開発やってますからね、だいぶ変わってますけど、これはエミカのやつですね、参考バスのねこういった IC カードもあるんですよね、ただあのエミカは全国共通のやつじゃないんで、あの参考バスにしか使えないというねやつがあったりしますんでね、で駅広場がだいぶできてましたね、8月の28日に工事が終わるんだ、あだいぶできてますね、自由通路も出来上がってますね、本当綺麗になりますね、ガラリと変わるんでしょうね、この辺りの人の流れが、
今も入る、上も繋がってないのか。繋がってないな。そう、昔はここからずっと伸びてて、そこの前までね来てたんですけど、西日がすごいで、もうここもね多分そう遠くないうちに取り壊しになっちゃうのかな、なくなっちゃうのかなってことなんですよ。こっち側がこういうふうに、おお、だいぶだいぶ出来上がってますね。おお、こっちが玄関口になるということでね、めっちゃ綺麗ですね。すごい立派になりますね。でその裏でこの総営メイトさんが閉まっていくということになってね、でまあいろいろと惜しまれる店がいっぱいあるんですけど、特にここねドムドムバーガーがあったんですよね。実はね最近まで生き残っておったんですけど、この前来た時はね臨時休業でね使えなかったんですけど、残念ながらもうそのままね、閉店してしまったということでね、結局、来るタイミングを逃してしまったということでね、非常に残念なんですけど、もう東海地方だとないのかな、ドムドムは。ねえ、新しくできればいいんですけどね、残念ながら、どこかに移転するとかっていう話ではなくて、もう、完全に、なくなっちゃうということらしいです。はい。いや、残念ですね。まあ、でも、おかげであれですよね。今までバスターミナルと、だいぶ実は距離があったんですけど、実は近くなるんですよね。そういう意味では、いろいろといいのかな。で、まあ、三岐鉄道もね、北西線もまあ近くなりますからね、乗り換えは便利になるんじゃないかな。うん。まあ、それでもなお、まだ、熊谷駅の東側にある西熊谷駅には、変わりがないわけですけどね。その詳細は別の西熊谷駅の説明のところでやってるんでね、それ見てもらったらいいんですけどね。ちゃんと一応言われがあるんですよね。まあ、とにかくハマグリ、まあね、桑名といえばね、ハマグリね、その手は桑名の焼きハマグリって有名ですからね。さあ、で、こんな国にまあいろいろと書いてありますけど、うん、桑名城のね、城壁と。こっちの方とかでね、結構いろいろと観光名所もあったりするんですけど、今日はもうこのまま、ちょっとご飯だけ食べたいけどな。で、そう、7月31日で閉館になってしまいましたと。これ47年だったんですよね。いやー、本当残念ですね。で、こっちの方に変わるということで、まあ特に商業施設が入ったビルにはないんですけど、まあ、こっち側にいろいろと入ってきます。そこまで多くの入ってませんからね。この前ね、七番勝負の店とかって言ってね、入ってるところに来ましたけど、この辺りも、だいぶ、ぶった切られてますね。昔はこっちからずっと行けたんですよね。で、そのぶった切られた先のところに、新しいものが建っているという、なんか、好きですね。まあ、でも本当綺麗になりますね、これ。じゃあもうこっちの通路とか使うことももうないのかな。ガチャが来てるんですね。無理だし、とにかく入れないようにしてますけど。ね、もうすぐ廃止になるから、今更改装することもないですよ。まあ、こっちが駅舎になるんですよね。あれか。自由通路で上に改札とかこうガーッとできるような感じになるのかな。生駒駅みたいな感じになるのかな。まあ生駒駅は一社しかないですけど、この前もね、まだ通ったとこやけど、こんな感じでね、前回の近年でね、喫煙可能飲食店舗でドムドムだったんですよ。ドムドムね、タバコ吸えたんですよね。もう昭和のね、匂いがするとこでもういつに、ね、取り返しないか分かりませんから、こんな感じでね、もうちょっと廃墟になっちゃってますけどね、完全に。まあもう前来た時にもね、だいぶもうそういう感じではありますけど。だから、そうだ。瑞宝が、瑞宝のしぐれ屋さんが、これはどっかにあるかな、探せば。しぐれ茶屋あったんですけどね。まあ最後の方はだいぶ閉まってましたけど、最後までドムドムさん頑張ったって。新三徳さんはこの辺り作るのかな。
まあ四日市に人間なんでね、四日市の方で食べれるんですけど、どうなんでしょうね。桑名はここしかなかったんやから、ここでなくなると、ここの新味覚がなくなるとね、またっていうねところがありますけどね。甘栗ですね。さあ、なんて言いながら桑名駅まで戻ってきました。ベルマゾーで買おう、飲み物は必須です。で、ここからですよ。さあ、富田もいろいろ買うかというと、JR やとね、200円で買えれるんですよね。近鉄だと、いくら？近鉄だと、富田まで、260円。富田まで260円ってなってますね。あら、だいぶと値段が60円も違うじゃないですか。これはね、やはり、ね、ドケチのね、山田さんがね、ケチるわけでございます。ってことは、こう、帰りを JR で帰ります。JR で富田まで行って、で、JR の富田から、あっちまで行こうという魂胆でございますね。で、これね、まだ、ちょっとこの駅から、乗り換えが変則なんでね、そのあたりもちょっと説明をしながらやっていこうと思います。全員ね、まあまあ頑張って走らせてるんですよ。単線にしては頑張って走らせてるんですけどね、頑張りすぎちゃったんですよね。こんな感じでね、なってます。この時間帯はちょっと、ちょっと落ちますから、これも夜だとそうでもないな。さあ、ベルマートで飲み物買っとこう。